パラスティカのバメダと沢出です。すっぴんですが、はい、今日は私たちと一緒に朝の準備をしましょうこの動画を撮るにあたってさ、はい、その朝の準備の動画、いろんな人の動画見てきたんだけど、こんな元気な人初めて朝の準備しましょう久々にちょっと化粧をしながら、化粧工程を見せるってことですよね。ゲットレディウィズミってそうですよね。みんなと一緒に朝の支度をしようっていう感じなので、おしゃべり OK ですよね。おしゃべり OK ですよね。はい、早速やっていきたいと思います。はい、パラスティカヤッホーマンガです。ブスだな、やばいよ、もうとびっきりのブス大画面に飛び切りお互いスキンケアの方はねやってるんで、メイクとヘアセットの方一緒にやっていきたいと思います。それではスタート。じゃあ私はまず下地から塗っていきます。私も下地から塗っていきます。キャンディドールブライトピュアベースミントグリーンとキールズのブラです。 RMK のメイクアップベースになります。ごめんなさいね、今日私コンタクト入らなくて、何も見えてない状態で化粧してるんで、思いっきりこうやってなっててもコメント欄に書かないでくださいでもね、まめなさんもさ、コンタクトしてる時あるから分かると思うんだけどさ、日によってさ、なんか入らない時ない？目が痛くてってこと？そう。あ、分かる。でも私もね、それ結構頻繁にあるんだけど、今日それで、でもそういう時って、やっぱ外に眼鏡かけていかなきゃいけないわけじゃん。そうだね。でさ、今これね、お家で使ってる眼鏡がこれなんだけど、まあ軽くていいんだけど、ほんと家用だから、今日は出かけた先で、ちょっとおしゃれの眼鏡買いたいなと思って。あ、いいじゃん。おしゃれ用シルク矯正眼鏡ね。そう、真っ白。私もさ、ブルーライトカットメガネ持ってんじゃん。 あれさ、結構本当に日常的にかけたいわけよ、私も。そうだね。なんだけどさ、私も家用で買っちゃったから、結構もう本当にめちゃくちゃでかい縁のやつ買っちゃったから、それをなんかちょっとおしゃれ用で欲しいな。なんかいいね、ずっとかけてる。携帯いじるからどうせさ。そうなんだよ。そう、いいよ、先進んで。先進んでいい？うん。ファンデーションです。ミシャのクッションファンデーションです。ファンデーションです。クリオキルカワーファンデクッション XB04 ジンジャー元気よくいきます。元気いいなみんな、なんとかかんとか、なんとかかんとかです。なんとかかんとかジンジャー私が静かになったら困るでしょ、みんなきっと。最近体調悪いですかって声出さないだけで書かれちゃうかもしれないからそうだよ。ちょっと声出さないだけで体調悪いんですかってそう、部活やねんだからって運動部だと思われてる、ね、思われてるよ。あ、やばい、眉毛描くもの忘れた。そうじゃ、今日眉毛ないってこと？眉毛ないってことだ。ちょっと借りてもいい？いいよ、ペンシルだよ。大丈夫大丈夫。まめださんから眉毛借りて描きます。眉毛じゃない眉毛借りて描いよアイブロウな、アイブロウ、フェイスパウダーです。フェイスパウダーはシルクロールのナチュラルポークリアパウダーです。鼻周りとおでこだけポンポン、あと顎。大丈夫？できてるできてるよね。私もこれで眉毛描きます。これはダイソーです。アイシャドウいきます。エクセルリアルクローズシャドウローズピンヒールです。じゃあ普段さ、うちら化粧の動画って出さないじゃん。出さない。でもこの品番をさ、どこまで読んでいいかが分かんないんだけど。分かんない。もうフルネームで言った方がいいのかね、やっぱね。そうこれ4色あるんですけど、気分によってここの濃い味。最近全部味って言っちゃうけど、色のことね。色のこと味と言ってじゃあ、この濃い色をね、気分によってどっちか使うんですけど、今日はじゃあこっちね。私もアイシャドウです。ブームにもらったやつなんですけど、フレジャーオデンズアイ。こんな感じなんですけど、私がいつも使ってるのはここ2色とか、この辺オレンジ系を使っているかもしれないです。私の顔で本当にナチュラルメイクしちゃうと、本当に今日すっぴんじゃないですかみたいになっちゃうんですよ。なるほどね。そうだからちょっと濃いめにしないといけないんだなっていうのをね、最近気づいた。私は濃いめのメイク似合わないから、濃いめにするんだったらバレエ劇団みたいなあれぐらい濃くないと。あ、なるほど。え、本当に？本当本当。こんな感じですね。みんな見えてる？私はこんな感じです。ノーズシャドウいきます。ケイトのデザイニングアイブロウです。ここの下の2色をこうやって指でなじってで鼻にこすりつけます。なじるっていうよ、うちは。完成し。ハイライト、キャンメイクのクリームハイライター。こちらアイラインです。アイラインは。お嬢様が泣いてるやつ。お嬢様が泣いてるところ。ヒロインメイクのブラウンアイライナーです。マスカラもつけていきます。マスカラもヒロインメイクのブラウンです。続いてチークです。こちらクリニークのパンジーポップ15番。化粧をしゃべりながらやるってむずくね？めっちゃむずいよ。黙っちゃうね。ね。しゃべりながらゲームするのと同じぐらいむずいわ。はい、最後シェーディング、キャンメイクのシェーディングパウダー04番です。多分編集でこうやって2分割にしてると思うんだけど、私先多分終わっちゃうから、そしたらスーって豆田さんが全画面に広がっちゃうからね。やばい、そうやないと。チークとハイライトです。チークがディオールのスキンルージュブラッシュ、色は219番で、こちらのハイライトがクリオプリズムエアハイライター02番フェアリーピンクです。可愛いですよ、こんな感じのちょっとピンクだけどオレンジっぽい、どの色にも馴染むようなゴールドのラメが入っています。じゃあ私最後リップ塗って終わりです。スキューズミーウォータリーリップティントマット04番ローズブラウンです。ここまで塗って、しかもこれでこのブラシで私はハイライトも入れますから、ここから入れる、ここからここまで鼻先だけ入れます。こちらとこちらを塗っていきます。でこっちがケイトのリップクリーム RD3 番、こっちがいつも使ってるやつなんですけど、バビメロのハートウィンドリップ V5 番です。終わりました。終わった。私はじゃあヘアセットの方に行ってまいります。はい、さよなら。では私が大画面に一人で映ってるってことだ。そういうこと。 OK、 終わりです。私もそっち行っていいかな。私は、今日今から三つ編みしますから、髪の毛とか今日は巻きません。で前髪だけちょっとね巻いて、あと奥れ毛も巻きたいと思います。はい、完成です。はい、これで朝の支度完成です。はい、準備ができたので、じゃあ早速お出かけしたいと思います。はい。はいを済ませまして、そうです、我々がやってきた場所は、はい、ジンズ渋谷パルコ店さんになります。はい、今日は、はい、そうです、それいつもね、うん、土入りのメガネかけてますけど、視力矯正メガネ、こちらを探すということでいいですか。そういうことです。視力矯正メガネ歴、はい、約10年超え、約10年超え、はい、だいぶベテラン、うん、しかもジンズさんは、うん、ずっと愛用させてもらってますので、あ、じゃあ早速ね、行けましょうね。はい、はい、どういうのがいいとかあるの？うん、私はね、結構丸めが好きなんだよね。丸めね。そう、角張ったよりも丸め。丸あるよ。丸結構こっちにもあるし、この後ろもまん丸。あ、いいんじゃない？こう水色とかこれ。あ、水色。メンバーカラーかけてみて一回。こういうのかけたことないから。あ、いいじゃん。ちょっと気になっちゃう。してみようかな。でもさ、ほら、サオでさ、今、土入りのメガネかけちゃってるから。うん、試着できないんじゃないの、これが見えないじゃん、これかけちゃったらって思ったでしょ。すごいんだよここ。どういうこと？本当にすごいのあるから、ちょっとじゃあお姉さんに聞いてみましょう。わかりました。メガネちょっと試着してみたいんですけど、はい、メガネの上からメガネのご試着できるっていうのも新しいバーチャルのサービスがございまして、ぜひお試しください。こちらにございます。あんた得意気な顔してるけど、あんたが作ったわけじゃないのそれ。大丈夫？ここの赤いランプのところに置いていただくだけで大丈夫です。うん、立って。私メガネかけたまんまでね。おお、すごい。かかってるよ。あ、お似合い度 60%。こんな感じなんだ。で 60% だからまだいけるから、まだ上目指せるね。まだ上目指せる、目指せる。おじさま風なねっちゃんのメガネかわいい。それ置いて、はい、立ってこのまんまきた。あ、きた、すごい。何パー？ 87%。 じゃあ最後私が選んだやつね、これだ。水色のクリアタイプの、これ結構丸だから丸よ、似合う人は限られてくるやつ。そうよ。はい、じゃあ置いて、はい、立ってきたきた。あ、すごい。いいじゃない。どう？あー、似合ってる。一番いいじゃん。なんならいいの似合ってんの。いいじゃん、かわいいかわいい。これ86点っていうのは誰の基準なんですか？これは誰がね、お姉さんの基準ですね。ジーンズのスタッフ3000人ほどが30万個ほどのデータを入力した AI が総合的に分析してます。それは一安心だね。本当に目が悪くて、これ外しちゃったら何にも見えないんだけど、眼鏡試着するってなっても外しちゃったらもう分かんないわけよ。だからもう鏡にね、めちゃくちゃこうやって近づいてやるしかないんだけど、なんかこれはマジで画期的です。いや、すごいよ。面白眼鏡じゃないんです。下向いてかけあ、いいじゃん。全然花粉のメガネっていう感じしないよ。いや本当にここがちゃんとこうやってカバーされてるんですよ。普通だったらさ、もっとなんか「はい、花粉のメガネをかけています僕は」ってなるけど、これマジでなってないよ。どう？あ、すごいね。すごいでしょ。ちょっと待って、全然普通じゃない？いや、分かんないね。前から見たらここのでしょ、カットの部分がすごいよね。自動販売機。はい。どういうことですかそれは。ピッチ&コネクトっていうのがコンタクトレンズの自動販売機でございます。はい。ジーンズにご登録していただいたアプリをもう QR コードをかざしていただくだけで、もうペット買えます。あ、すごい。ちゃんと度数も出てくんじゃん。次世代ですねこれは。ワンデーですよね。そうですね、ワンデーの5枚入りがここにいただけます。なるほど。QR コード決済で、これまたピッとしていただくだけで買えます。誰かので、あ、早い。ああ、出ました。ああ、すごい。購入完了。すげえ。早いね。事前に登録しとけば、渋谷パルコ店に来ればすぐ買えるってことですよね。だからそうだ、これは来ちゃうね。これだけ買ってピッて買っちゃう。そうそうそうね。はい、ということで今日はジーンズ渋谷パルコ店さんでね、次世代のものをいろいろ体験させていただきましたけれども、ジーンズユーザーとしては感動しっぱなしでびっくりしちゃったけど、本当にこれはね、いい買い物できたんじゃないですか。今日本当にね、来たがってましたけど、よかったよかった。あったですよ。この後ゆっくり買い物したいと思いますので、もうここらで皆さんとお別れしたいと思います。ここらで下の概要欄にジーンズの詳細がいろいろ載ってますので、ぜひ皆さんチェックしてみてください。私たちの Twitter のアカウントが下の概要欄にあります。この動画が気に入ってくれたら高評価とチャンネル登録をお願いします。以上、せーの、アラスティカでした。バイバーイ。